皆さん、えにし歌われるもの2人の白おろ、押しとる白役の刀根健太郎です。皆さん、えにし同じく歌われるもの2人の白おろ、アンジュ役の赤崎千夏です。このラジオは現在好評放送中のテレビアニメ歌われるもの2人の白おろをめちゃくちゃ盛り上げるために、僕たちきらめきコンビの2人が何かと頑張っていく番組です。はい、前回は押しす役の菊池ゆきとしさんと、そして誰がスペシャルゲストを来るかと思ったら、いつもいらっしゃる端末音声役のギブさんでした。そう、作家としてこのラジオにはずっといますから ね、スケジュール取れてるんでね、その人、まあ、常にね、確実にね参加できる。なんかなんかこうゲストさんなんだけど、こうどのぐらい話を振るかみたいなのが結構私苦心した覚えがあります。表のゲストと、でもいつもいる人みたいな感じでどうしようかなって思った覚えがありました。はい、馴染んでおります。さすがですよ。今日はだからもう、今日は作家だからあんまり喋らないぞみたいな感じでいらっしゃいますけど、今日はあれですか、フェーダー半分ぐらいですか。そうそう、今日はドン付きじゃないの。テンション感上げですからね。そう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 、前回その分ね、もう大活躍でしたからね。主張の激しい、自分で書いて自分で喋ってるか、もう自分でボール投げて自分で打ってるみたいな感じ。そうよ、そう、すごいマルチプレイヤーぶりでしたけど、端末音声だけであんなに話広がるんだみたいなことがありましたね。ということで今回はね、前回日本撮りって言ったので、はい、楽屋からお送りしております。同じですね、前回と。はい、そんな楽屋に大物ゲストをお呼びするのが忍びないんですけれども、はい、今回のゲストは2度目の登場、諏訪田さんでございます。ね、最新アルバム発売されましたので、いろいろお話聞いちゃいましょう。はい、ということで、じゃあ始めますか。はい、そろそろ行きます。えにし、歌われるものラジオ、出陣じゃ。この番組は歌われるもの2人の白おろ制作委員会の提供でお送りします。えにし歌われるものラジオ、えにしまして、こんにちは、押しとる白役の刀根健太郎です。えにしまして、こんにちは、アンジュ役の赤崎千夏です。お待たせいたしました、ここからはゲストのご登場です。えにしまして、こんにちは、スワラです。おかえりなさい。ただいま。いや、ただいま、帰ってくる場所がちょっと前回と違うんですけど。そうです、おかえりなさいと言ってる割にいつものスタジオではないのですが、すいません、こんな楽屋にお呼び立てしてしまって申し訳ないです。もう2回目呼んでいただいて、もうすみません、私ですみません。とんでもないです。他にもたくさんねいらっしゃったはずなのに、あのすみません。第3回、うん、7月29日配信会以来のご登場ということで、はい、でも嬉しいですね、はい、また今回はアルバムのお話もたくさんしていただけるということで、はい、ありがとうございます。ですが、はい、歌われファン的には11月25日の特別生放送でライブをお楽しみいただいた。うん、あ、うん、まあ、ちょっとこれ時系列的に、はい、いやすごかったですね。あのライブはもう見どころがもうそう、あの何の楽屋かっていうと、この生放送の楽屋なんですよね今ね。お分かりいただけますでしょうか。う、皆さん、それは言っていいんですね。はい、はい、大丈夫です。前回の2本撮りの2本目なんで、これ1本目でも言ってます。見た手で話進めようかと思ってください。そうかそうか、そうなんです。新曲を歌っちゃったってことね。そうです、歌っちゃってるはずなんですよ。そうなんです。歌ってみていかがでしたか。すごく緊張しました。邪魔邪魔。やっぱ声の、声の、ね、伸びが良かったね。そうですよね、会場がなんか、うん、テンションめっちゃ高かったですからね。読んでない本の読書感想文みたいになってる。響きが良かったですね。当たり障りないこと言ってますけれどもね、ちょっとね、まあこれからね、うん、僕らはね、なので聞かせていただけると思います。何はともあれ、まあね、エイツアルバム、これエイツ、エイツ、エイツ、エイスアルバムね、8枚目のアルバム、インフィニティ希望の扉、はい、まずは発売おめでとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、はい、前作の光からですね、うん、4年ぶりということで、うん、もう満を持して、もうみんな待ってたと思います。4年ぶり、はい、はい、オリジナルアルバムですよね。はい、ありがとうございます、はい、いやもうこの4年の間に本当にもう特に歌われるもの関連の楽曲がもう本当に増えまして、確かに、はい、もうそれがもう全部入ってますこの4年の間に、うん、歌われ関連だけで12曲ですね。すごい。そうなんですよ、ゲームが出ると、はい、
大体の菅原さんが曲をご担当される。そうなんですよ。っていうことですもんね。うん、はい、大体ね。あれだよね、ロスフラで周年とかでもね、うん、曲を歌ってくれてるから。はいはい、うそ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 う。周年ね、どこまで行くんだろうと思って。いやもうじゃん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 行こう。毎年新曲が、はい、出るということなんですが、はい、すごいですね。そうですね。だってザン。そうです、ザンも出ましたね、ザン、うん、ザン2もそうですし、はい、もうロスフラでもね1周年2周年 2.5 周年 2.5 周年、はい、結構刻みますよね急に 1.2.5 ってめっちゃ刻みましたね刻みました突如、ね、はい、そう、もちろん最新作のねモノメビの曲も入っておりますし、うん、だから歌ってないって言ったらあれですよ、ドカポンだけあドカポンそうですね、ドカポンあのうちの後輩の津田あかりちゃんがオープニングエンディングを歌ってまして、そうですね、はい、そうですね、はい、いやすごいですよね、この4年の間にそうですね、アルバム1枚しっかりと、そうなんですよ、本当にね、コロナ禍でなかなかこう皆さん の, あの前にね出てこう歌うっていう機会が少なかった中にも、うんうん、こうやって新曲がすごく、ね、たくさん歌わせていただいてたっていうのが、うん、改めてもうすごいびっくりっていうか、ありがたいなって思いますね、うん、これぎゅっとアルバムに詰めてお送りできる、うん、ということなんですけど、うん、はい、書き下ろしの新曲も加えた全16曲が収録されているということで、すごいボリュームですね、うん、そうですね、でさらに初回限定版 B サイドコレクションには過去のシングルのカップリング曲も収録されていると、うん、これまたすごい仕様ですね、これすごい、そうなんですよ、もう全部で30曲になっちゃいましたけど初回限定版本当にB サイドコレクションだけでもね、本当にもうあの大ボリュームのアルバム、もうなんだろう、ベスト裏ベストみたいな、裏ベストアルバムみたいな感じになってますけど、あの本当に、一番、まあ、昔のというかね、あの初期の頃で、はい、の曲でいうと清掃夜曲、はい、あの無双歌のカップリングになりますね、はい、これもまあ歌われファンの方には馴染みが、うん、ね、強いというかそういう楽曲かなと思う、キンキンキンでお馴染みの無双歌のカップリングそうなんですよ、イメージがキンキンはイメージが、ね、アニメ版だけだからそうですね、そう、そのシングルにはキンキン入ってないついつって無双歌と言われるとちょっとキンキンキンというイメージがちょっとついてしまって失礼いたしました。これって今までのシングルのカップリング曲は全部入ってるんですか？あ、これですね、CD が出た時はそのカップリングだったんですけど、まあ、後々タイアップがついたものとかも結構あったりしたので、そういうのはまあ今回ちょっと省かせていただいて、もうその純粋にもうカップリング曲、タイアップがついてないものばかりを集めたっていうものになってます。なるほど、じゃあ結構初めて聞くなっていう方も多いものになるかもしれないですね、はい、聞き応えがありそうです、はい、確かに、ちょっと、まあ、あのリリース順にもなってるので、あ、こういろいろこう、ね、懐かしさも感じつつ、こう私の歴史も感じてもらえたらいいかなと思います。そうですよね、なんか並べてこう聞いてみて、ご自身で歌い方とか声が変わったなみたいなことってあったりするんですか？ありますね、なんか声はね、私やっぱ自分では変わったんじゃないかなって思います。全然変わってないよって言ってくれる人もいますけど、自分の中ではあ、結構変わってるなっていうのは感じますね、まあ、何がその要因とはちょっと分かんないんですけど、やっぱりこういろいろ年相応のものが出てきてるような気もしますし、だってこの一番最初の清掃夜曲、2006年の4月26日リリースですもんね、そうなんですよ、結構歴史が、はい、本当に、ね、詰まってます。え、菅原さんってデビュー今何周年とかですか？17年経ったのかな、そうですね、2005年のデビューなので、はい、でも、無双歌は本当にデビューして割とすぐの楽曲になりましたね、うん、僕その時にあの事務所入って声優になったので、お、僕の声優デビューと同時に無双歌が、だからもう僕のデビュー曲でもあるそれはそうなの？僕のデビュー曲僕が事務所に入って声優としてデビューした時に無双歌がもうもう流れてたわけです。僕のテーマソングです、僕のテーマソングもデビュー曲じゃあリングに上がる時とかかけるというね、キン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 から事務所でそれはね必ずリングに上がる時なのかじゃないですけどそうそう、僕のテーマ曲といっても過言ではない、もうリリース、いや嬉しい嬉しい、そうなんです、はい、ぜひもうトネさんのトネケンのテーマということでこれから入場曲、はい、入場曲、はい
もうでも皆さんどこに入場するんだアフレコ現場入る時キンキンまでノイズ僕なんかもキンキンだけでいいですよキンキンだけそんなそのもったいないもうこんな菅原さんの名曲をね僕のテーマソングにしてしまうなんて思ったんですけどいやぜひぜひ歴史がねありますよね、はい、いやすごいですねでも本当にこのアルバムボリュームが、はい、このあの初回じゃない方だけでも16曲入ってるってことなんですけど、うんうんうん、書き下ろしの曲はどんな曲になってるんですか、はい、そうですね、私が作詞作曲した曲も1曲あるんですけど、まあ、それがその、希望の扉という、まあ、今回のアルバムの、はい、まあ、なんだろうタイトルにも入ってる、まあ、タイトルチューンとも言えるような曲ですね、うんうん、あと、まあ、半田さん半田真理子ちゃんっていう、まあ、ここ最近ねよくあの楽曲提供してもらってる方に書いてもらった曲だったり、うん、まあ、本当はねもうタイアップだけでとにかく13曲あったので、はい、もう CD にこう入れられる、うん、もうあの収録時間っていうか、うん、もうそれだけでパンパンなんじゃないかって、うん、あのヒヤヒヤしたんですよ、うん、やっぱりあの、うん、アルバムね自分のそのアルバムなのでやっぱりその今のね主のこう自分の思いを伝えられる曲もやっぱり入れたいなと思ってたので、うん、もうギリギリまでもう曲を突っ込みたいみたいな感じ で結果的に3曲書き下ろしをね入れられたのでよかったなと思ってます。なるほど、うん、まあ、その3曲はオリジナル、まあ歌いのね、はい、こうテーマソングということで、うん、まあ、イメージとかも結構その作品なぞられたものが多かったんですけど、うんうんうん、やっぱオリジナルってなると、うん、むしろなんだノーテーマというかその、はいはい、真っ白な状態から作られるわけじゃないですか、うん、そうですね、何かこうこの3曲でなんかその、うん、実はこういうものをテーマにしてみたとか、 なんか今までにそのタイアップじゃない分、うん、なんかこう自由にやったみたいなところとかあったりとかするんですか、うん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 、そうですね、まあ、歌われの楽曲がやっぱりこう、まあ、あの壮大な感じというかね世界観がすごく大きいっていうのもありますので、うん、まあ、ちょっとそことこうガラッと違ったような印象は受けるかなと思うんですけど、あ、まあ、アイアイっていう、曲だとかすごく切ないラブソングなんですよね。アイアイって悲しい悲しいで、はい、あ、そうなんです、ラブラブかと思ったら、あ、はい、悲しい悲しい悲しい、こう女子の女性のこう主人公の、うん、なんだろう揺れ動く気持ちというか、ね、はい、ちょっと共感してもらえるような内容になってるかな。もうシンプルなねこう歌が生きるこうようなアレンジであのしてもらってる曲ですね。へー、はい、たくさん聞いてみたいところですけれども、はい、ちょっとこの後1曲かけたいなと思うんですが、はい、どの曲がいいですか？そうですね、あの、まあ、せっかくなので、まあ、歌われ関連の楽曲ということになるんですけど、はい、この間ね発売されたばかりのゲームモノクロームメビウス時の大火のエンディングを、はい、エンディング、はい、愛おしきかけらという曲で、はいはい、まあ、今回ねこのアルバムの、まあ、ラインナップが発表された時にはこの愛おしきかけらっていうタイトルだけはね曲タイトルだけ出たんですけど、うんうん、何のタイアップかというのはもうずっと伏せてたんですよね、うんうん、でゲームの発売と同時に実はこれエンディングテーマですっていうことで、うんうん、でもまだ今ね、うん、ゲームをプレイされてる最中の方も確かに多くいらっしゃるので、ボリュームすごいみたいなので、はい、はいはい、そうですよね。やってます。もうエンディング聞いちゃうの？確かに。あ、クリアしないと聞けない曲ですもんね。そうですね。そうそうそう。なので、はい、ゲームをクリアしてから聞きたいっていう方はぜひ耳を塞ぐなり、じゃあトミさん耳栓して。いや聞く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 。ちょっとまたまね、ここ今聞いてエンディングもでも聞くし、なんかこうなんか違う感覚でね聞けるんじゃないかなと思うんでね。はい、そっか。そうなんですよ。で今から愛おしきかけら聞いていただくんですけれども、これを作曲されたのが、はい、衣笠道夫さん、豆田進さんなんですよね、はい、うん、前回私出させていただいた時に、うん、豆田さんの娘さんからの、ね、すごかったよ ね託されたものっていうねお便りいただきましたけど、その衣笠道夫さんのもう本当に最後に書き残してくださった曲なんですよ。すごい、はい、もうね、亡くなられたっていうことをね聞いた時も本当に悲しくて、うん、もう信じられない気持ちだったんですけど、うん、そのね お知らせがあった後に、うん、実はこの、まあ、まだね愛おしきかけられた歌詞だったりタイトルはついてなかったんですけど、うん、この楽曲を残してくれてるよっていうのを後で聞いて、うん、えーと思って、あー、そうなんですね、本
当にこの曲を聴いた時、あ、もう、あ、もうさすが素晴らしいなっていう、うん、あのそういう印象を受けた楽曲ですね。はい、はい、皆さんぜひ心してというかね、はい、もう最後にね残してくださったかけら、うん、本当に愛おしきかけらなので、タイトルからしてそうですね、はい、思いが詰まってますが、うんうんうん、じゃあ、はい、早速スワラさん曲紹介お願いします。はい、それでは聴いていただきたいと思います。ゲームモノクロームメビウス時の大化エンディングテーマ、スワラで愛おしきかけら。スワラさんで愛おしきかけらをお聞きいただきました。聞きながらこの歌詞カードをちょっと見ながら見ていたんですけど、はい、ペラペラとめくっていたら一番本当に最後にこの作品を衣笠道夫に捧げますいう一文が書いてあってちょっとグッとなりました。あのね、衣笠さんはね本当に、まあ、歌われのねあの楽曲もたくさん書いてくださってますけど、うんうん、まあ、今回 B サイドコレクション、はい、そのカップリング集を改めて見ても衣笠さんの楽曲すごく多いんですよね、うん、あ、そうだったんですね。だからもう本当に支えてもらってたんだなっていうのが、うん、もう改めて感じるところだったので、ちょっとあのアルバムのね最後のクレジットのところにスペシャルサンクスの、ね、はい、ところに入れさせていただいたんですけど、うん、そうさ、本当にね、あの衣笠さんの最初ね最後の曲が時の大化かなって思ってたんですよ、はい、うん、その亡くなられた時の時点ではもうあの時の大化のレコーディングも終わってたので、はい、あ、もうあのこの先新しい曲、豆田さんの衣笠さんの新しい曲はもう歌えないのか、時の大化が最後だったのかなって思っていたら、うん、この愛おしきかけらがあったっていうことで、うん、その楽曲がねもう完成されたあの状態で、歌詞以外の、ね、だって、うん、はい、編曲もされてるってことも、はい、この状態でもできてるってことですもんね、はいはい、もうびっくりしましたね、いや、すごいですよね、はい、うん、何もう止めて泣いちゃうから、はい、そうなんですよ、またもうこの後倒されたものの今日もやめましょう、何が出てきても勝てない、無理じゃない、ラジオ曲無理じゃない、ね、本当に最後に曲を託されて、いや、もう歌詞もね素晴らしいよね、うん、その、うん、なんか当然こう
おしとるのお父様のこともイメージして書かれていると思うけど、うんうんうん、やっぱそれをこう、うんうんうん、なんかバトンを渡された感じの曲と収録を止めて、うん、いやいやここは話してくる機械音声役としてまた出てください。そうなんですよね、出役でいや本当に思いがすごい詰まってるアルバムですよね、はい、本当に。なので皆さんぜひ手に取ってじっくり聴いていただきたいなと思うんですけれども、はい、ソーヤさんワンマンライブ決定しているということで、はい、ご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。このアルバムインフィニティ希望の扉を引っ提げてですね、来年、ツアーをさせていただきます。スアラライブツアー2023インフィニティということで、大阪が来年の5月7日ビッグキャットですね、はい、で神奈川が5月15、16とクラブチッタで行います。あの場所ですよ、クラブチッタと。はい、覚えてますとも我々もねお邪魔させていただきましたね、ライブ、はい、はい、ね、見に来ていただき応援に来ていただきましたけれども、いやすごい記憶が新しいです、はい、はい、それに覚えてます、はい、あの歌われスーパーライブがあった地ですね、そこの地にまた帰ってこさせていただけるということで、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、はい、ライブもすごいボリュームになるんですかね、うん、どうなんでしょう、これだけ曲があると、はい、そうですね、全部というわけにはどうなんでしょう、いかないのかな、ね、なんでこう3公演、うん、あるのでちょっとねこうはしごしていただいて、そうですね、はいはい、ありがとうございます。全部歌ったらもうね、トークも挟んだらもう5時間ないみたいな、とんでもないことになっちゃうからね、はい、そうなんです、ありがとうございます、はい、うん、それじゃあメールなどもご紹介していこうかなと思います。はい、 C さんからです。ありがとうございます。トネさん、赤崎さん、スワラさん、えにしまして、こんにちは。こんにちは。またスワラさんがゲストと聞いて慌ててお便りを書いています。ありがとうございます届いた、思いが届いた今年は歌われるものロストフラグやアニメ歌われるもの2人の白オロ、そしてモノクロームメビウスと1年を通してスワラさんの楽曲をたくさん聴くことができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです、うん、さらにはアルバムの発売までおめでとうございます。ありがとうございます。アルバムも届いて毎日聴いています、うん、歌われるものの楽曲が素晴らしいのはもちろんなのですが、それ以外のスワラさんの魅力が詰まっていてとてもかっこよいです。個人的には希望の扉が落ち込んでいる時に聞くと前向きな気持ちになれて勇気が湧いてきて、私にとってお守りのような曲ですごく大好きです。ありがとうございます。希望の扉、こちらはどんな曲になってるんですか。はい、私自身作詞作曲した曲なんですけど、はい、もうね、結構ねこのコロナ禍、割とこう私自身もね気持ちの浮き沈みがすごいあったんですよね。ね、やっぱり皆さんに会えないし、うんうん、本当にね、こう世の中がみんな大変な状況で歌をどういう風に届けていいものかっていうかね、いろいろ、うん、私自身も悩んだりとか、うん、いろんなことがあったんですけど、まあ、その中ので自分が思った気持ちをもうそのまま歌詞とメロディーにこう込めたという感じですね。で自分自身のことをまあ書いてはいるんですけど、本当にさっきね、お便りくださったね C さんのようにね、こうお守りって言ってくださってました、うんうん、ぜひご覧ください。 ありがとうございます。お守りね、もうそういう風に、受け止めてくださってすごい嬉しいですね。なんかみんなね、こういろいろ抱えてるものがあると思うんですよ、それぞれがね。だからそれをなんだろう、大変な時もあっても、でも一緒に頑張ろうっていう感じで、ちょっと背中を押せる曲になればなと思っております。いやそうですね、いいですよね、うん、確かにお守りという表現もそうですけども、うんうんうん、本当にだからこう聞いて勇気が湧いてくるっておっしゃってましたし、うん、なんかこうやっぱ聞いてる人に力とかエネルギーを与えてくれる、うんうん、っていうのはやっぱり音楽のやっぱり醍醐味というかいいところですよね、でなかなかライブとかもやっぱりできなかったですもんね、はい、うん、コロナになってから。そうですね、はい、なのでこの曲はね、本当にライブでみんなで一緒に盛り上がれたらいいなって思いながら作った曲でもあるので、うん、まあ、そのね、来年の時点で声、ね、声が出せるのかどうかちょっとわからないですけど、 で、 す、ね、でもこう拳をね突き上げて一緒にこの、うん、こう曲を一緒にこう共有してというか楽しめたらいいなっていう、なんかちょっとイメージしながら、ライブをイメージしながら書いた曲でもあります、うん、やっぱりライブでやってみて、こう、うん、あこの曲なんかこういう感じになったんだっていう、うんうん、なることってありますか。あそうですね、うんうんうん、なんかレコーディングしてた時のまたこう思い描いてた状況と、うん、やっぱり皆さんお客さんのね、やっぱ顔を見ながら、うん、歌う時とやっぱ違いますし、うん、あそこでなんか
こう完成されるというかな、うん、なんか、うんうんうん、あこの曲こうやって皆さんに届いてるんだなっていうのがやっぱり感じられる瞬間は嬉しいですよね、うん、歌われ関連の中で、うんうん、化けたなみたいな曲あったりしますか？化けたそうだな、まあ、化けたというか、まあ、ここ最近で言うと、はい、あの東京ゲームショーに出させていただいて、うん、そこで初めて百日草を歌わせてもらったんですね、はい、でお客さんをあの来てくださって、なんだろうな、すごくしっくりしたっていう言葉が一番合ってるというか、うんうん、百日草を歌いながらなんかなんて言うんだろう、 それまで私もねそのアニメのエンディングでこう映像とともにこう見てたんですけど、こうまあ客観的に自分も見るあの感覚でもあったし、でもその皆さんの前で歌いながら、あなんかそのなんで自分も歌詞も書いてますし、なんかあすごくしっくり皆さんがあのこうあの聞いてくださって私に向けてくれるこう眼差しというか、それを見ながら、でも本当に歌われのことをみんなね思い浮かべながらあの聞いてくれてんだろうなっていうのとかもなんか全部すごく感じて、なんかしっくりきたっていう感じがすごいありました。届いたってのが実感できたんじゃない？ね、そうですね、はい、なんか会うことが、ね、できなかった分、うん、対面でこうライブで目と目を合わせてってなるとやっぱり伝わるものがあったんでしょうね、はい、みんなの反応っていうところもね、そうですよね、うん、感じられるところですよね、はい、今日はもうふざけたメールしかないからおじまい終わりおしまいです。ふざけたメールしかない。おい、この何みんなふざけてんの？この雰囲気のまま終わろう。このまま終わる。ちゃんとやろう、はい、ちゃんとやる今日は。そうですか、はい、はい、ということで、では、ちょっとね、アニメのお知らせでございますけど、はい、明日12月10日からは第25話の放送がスタートです。第25話、歪みし狼。あらすじはこちら。正体不明の化け物呪いの出現を聞き急ぎ駆けつけたオシトル博たち、そこで待ち構えていたのは死んだはずのヤタナワラベたちであった。何度倒しても蘇る呪いとウォシスから授かった力を振るうヤタナワラベに苦戦を強いられ、一行は次第に追い詰められていく。いやー、この窮地を脱すべくオシトル博は仲間の精神を振り切り仮面の力を解放。しかしその力の代償を払う時はすぐそばまで迫っていた。やめてー、ふざけてますね。ふざけてないよ。ふざけてますよね。この空気のまま終わらせようしたのに、ついついちょっとあまりにもだってクライマックスが近づいているから、ちょっと大きな声では言えないけど、何ですか？クレジットされてないけど呪いの声やってる。私自己主張が強いじゃん。呪いの声やってる。そうだ、この間もあのほらなんだっけ、そうです、サンマゾン AI みたいなね、音声ね。そうです、そうです、されてましたもんね。そう、あれはクレジット、この呪いはクレジットされないと思うんだけど、うん、やってる。呪いの声で、私呪いの声やってる。ゆうさんも出てます。クレジット端末音声から。クレジット端末音声か、何なのかな。フミリルもいないのかな。フミリルどうかな。フミリルいないのかな。心配そうに後ろに立ってる可能性はある。あまあでも展開はどんどんシリアスになってきますから。いやだって力の代償を払う時が、紙の力の代償を払う時が迫っていたとか。アクルカを使ったらどうなるかね。ダメダメダメ、皆さんも存じておると思いますけれども、うん、どうなってしまうのか刮目してください、はいはい、以上ふつおたのコーナーでした。えにし歌われるものラジオ。託されたもの。このコーナーでは親や恩師、友人など大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介していきます。はい、ちょっとさっきもお話に出ましたけど、前回このコーナー、はい、スワラさん来てくださった時は豆田進さんの娘さんからメールいただいたりとか、すごい展開がありましたけど、ね、毎回毎回いいお話というか、もうすごい心がこう動かされるようなお話がね、うん、スワラさんからこうお聞きしてるんですけれども、うん、もうこの後何もメール読めないし。最後のね、うん、楽曲もそうでしたけども、うんうん、はい、明日はでもメール読んでいきますよ。はい、こちらかな、これでよろしいです。これでよろしい、はい、はい、クリオネさんからいただきました。
メールが少ないとのことで初めてお便りいたします。めっちゃありがとうございます。大好き。私の高校の制服は帽帯を結ぶタイプのセーラー服なのですが、卒業式は帽帯ではなくこれを白いスカーフに変えて結ぶのがなぜか慣例となっています。正直1日しか使わないので買うのがもったいないと思っていたのですが、どうやらこれは先輩から譲ってもらうのがオーソドックスらしく、私も無事に部活の先輩から譲ってもらうことができました。そのスカーフには代々譲ってくれた先輩からのメッセージが書いてあって、かっこ結んだ時見えない絶妙な位置にいただいた時はおーとちょっと感慨深い気持ちになりました。無事に自分の卒業式を終えて、私もそのスカーフを後輩に譲ったので今は手元にはないのですが、もし今もこの伝統が続いていて私のメッセージが書かれたスカーフを誰かが使ってくれてるとしたら、思い出を凝縮したバトンを受け取った誰かが全力で高校生してるのかもと妄想するだけでワクワクします。青春ですね。おすごい素敵。こんなあるんですね、なんか文化というか代々、その日だけ白いスカーフにする。うわすごい素敵なお話。卒業式だけ、ね、いやすごいですね。これしかもメッセージ付きで、じゃあそのメッセージがどんどんこう増えていくってことなんですね。もう書ききれなかったら黒いスカーフになっちゃう、ね、かもしれないですけど、今日のような文字だらけのスカーフになっちゃうってこと。ほういち私も今ほういちみたいな、ほういちがわかっちゃいますけど、ですね、もうすごいですね。みんな見えない位置にでも書いてる、一生懸命だけど、その結んだ時に見えない位置に書いてはいるけれども、ね、もうそのうち溢れそうですよね。どういうこと書いてあるんですかね、なんか頑張ってねみたいな、ね、卒業式とか高校の卒業式だからこれから社会に出るけどとか大学行くけどみたいな、頑張ってねとかね、応援メッセージ、私も頑張るみたいな、なんか積み重ねってすごいですね、歴史を感じるものって。ね、もちろん会ったこともない OG の方 OB の方もね、うん、メッセージとか OG の方かな、うん、のメッセージがあるわけですよね。そうですね、もらった先輩のメッセージは、うん、これ誰々先輩だって分かるんですけど、うんうん、この人は一体何年前のみたいなことはありそうですよね、うんうん、でもなんかそこからこうなんかこうなんだろう、学ぶことというかあるかもしれないですね。なんかこう全然関係ないですけど、絵馬とかも人のなんかこうかの絵馬とかあの飾ったのとか全然知らないのとか見てもなるほどとか思ったりするから、ね、全然あのこう会ったこともない方のメッセージでもなんかすごいグッときそうな感じするかも。受け継がれてきたものっていうのはすごいなんか素敵ですね、うん、思いが詰まって、しかも卒業式で1日だけっていうのが、いやこれ書くってなったら僕なんて書くんだろうな、これ。俺はサスケに卒業した、頑張ってねとか、なんかなんかうまいメッセージが全然思いつかなくて、なんかすごい見たいな、どんなメッセージ書いてあったのかな。そうですよね、気になる、うん、なんかあの今卒業アルバムになんか白紙のページがあって、そこにみんなでこうメッセージ書いたりしたことを思い出しました。交換してですか。そうです、なんかメモみたいなページが一番最後に写真のないページがあって、うんうん、そこにこうみんなこう寄せ書きみたいな感じで、それぞれ卒業アルバムに書いたりしたなっていうのを思い出しましたよ今。なかったですか、そういう感じの。いやいやちょっと実家帰った時見てみよう。なんかもう記憶がもしかしたら書いたかもしれない。一日のことですからね、忘れてるかもしれない。男子校だったからね、もう全然そうないですか、そういうの。全然ないもん。なんか熱い友情みたいな。いや、まあね、仲のいい友達はいたけども、なんか卒業アルバムの筒でプスポンプッポンプッポンって遊んだだけ、なんかくだらない思い出しかない。男子校って例えばなんかあの共学の私の行ってた高校とかはやっぱ誰々くんの第二ボタンをみたいなのとかありましたけど、男子校でそういうなんか受け継ぐとかそういうもらうみたいな、何にもドライ、もうね、しかもチャック一発、襟なんだっけ、あのなんか襟爪があるだけで、あとはチャックだけのやつだったからもうボタンもなかったからなんか、いやまあ、確かにファスナーはいらんな。ファスナーブチーンって名札とかなかったですか。名札、名札もない。あ、ね、でもなんか交渉みたいなのがなんかバッチみたいなのがついてたけど、それもね、特に交換とかそういうあげたりみたいななかったね。でもなんか今聞いてたらもうトネさんの高校時代の写真とか見たくなってきました。いやもう本当に僕のこうもう黒歴史ですよ。もう超ダサいメガネと真ん中分けのね、なんかもう超ダサいヘアスタイルしてたんで、もじゃもじゃもじゃ、今より元気で若いんだから今より元気がいいはずで、そのもじゃもじゃね、今より若いんだからもじゃ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 、ちょっとウェーブ緩やかだったんで、もうそれこそなんかこう真ん中分けの変なボンボンみたいな感じの、ベートーベンみたいな感じ。ベートーベン、ベートーベンほどで
あのシューベルトみたいな感じ。そんないいもんじゃない。ライブセットしてる。違いが。本当に本当に真ん中だけどね、もうあの卑猥なね言葉で揶揄されるようなね、あのヘアスタイルだったんですよ。卑猥なヘアスタイル。前回の菊池くんが描いてくれたようなイラストのようなヘアスタイルしてたんだ。北海道ですね。北海道ヘアです。そんな北海道。北海道ヘアですら北海道人申し訳ない。あ、さらさんには伝わらないですよ。ありますか。見せてあげたいの、北海道ヘアね。もう閉まっちゃったかな。さらさんに見せたいあのイラスト。北海道。あるかな、今出てこないかな。出てきたところでもあーってなるんだけど、ただセクハラになっちゃうね。セクハラとは失礼な、北海道のイラストですよ。北海道のイラスト、そうか。まあええか。いやでも素敵なね、託されたものでございましたね。素敵な話。続いて託されたけどです。こちらは人間だったものさんからいただきました。あれたたりかな。私の託されたけどは彫刻刀一式です。20本くらいセットになったものです。父の職場のお客様で彫刻が趣味の方がおり、その方が亡くなったため遺品の彫刻刀一式をどうするべきかと父に相談が来たそうで、私はいずれ使うだろうと思い譲り受けました。なぜなら私は学生時代に学科が美術系で彫刻を学んでいたためです。しかし塑像と石膏像を主に作成していたので彫刻刀を使う機会が来ず、社会人になった今彫刻とは関係ない仕事につき、狭いマンション暮らしのためなかなか彫刻も気軽にできず、残念ながら使う機会に恵まれておりません。遺品のため捨てるのもなんだか申し訳ない気がします。押し入れの肥やしにするのももったいないので、いい使い方を皆さんも一緒に考えていただけると大変幸いです。で、写真も添付していただいてますが、こんなめっちゃある、立派な立派プロのプロ用ですよね。小学校で買うようなやつじゃないです、うん、なんか3本か4本ぐらいだったよね、うん、30本ちょうど。自分が中、はい、小学校か中学かね使ったやつまだあるんですよ、なんか捨てれなくて、ずっと実家からも持ってきて、持ってきたの、持ってきたんですか。そう、持ってきて、ね、4、5本のセットまだあって、だからもうそろそろ子供が使うかもしれないと思って。なるほど、なるほど、置いてんですけど、うんうん、でそれは特にプライベートで使うことは今ないないですね。小学校以来ずっと使わずにあの置いてました。もうずっと押し入れに入ったまま。すげえ、実家から持ってきたのすごい。彫刻刀、それはすごいですね。子供ちが素晴らしい、置いとくことの方が多いような気はしますけど、どうしましょう。ちょっと微妙に形状が違ったりサイズが違ったり、そう、彫刻刀30本ぐらいあるし、ものすごいですよ。え、彫刻刀って何に使うって、もう木を彫る版画、版画とかでね、基本的には木を彫るものでも、他に使い道が、あ、木以外を彫るってこと。木以外を、なんか料理に使う、なんかこれを、あ、もんじゃ焼き、あ、もんじゃ焼き、ヘラ、鋭いですよ。でも口切るで、鋭いよ、鋭いよ、口切るし、あ、でもなんかさ、ほらよくほらキャバクラとか行くとフルーツの盛り合わせがすごい、なんかよくキャバクラ、あの、いや僕行ったことないですけど、キャバクラね、フルーツ彫刻されてるじゃないですか。フルーツカービングとかですね、こうフェニックス不死鳥のようななんか盛り付けだったりとか、スイカとかかぼちゃとかをねこう切り抜くのに使ってもいいのかな。夜の、ね、夜のお店に提供する、うん、ってこと。こんな立派なものを。なんだろうな、難しいね、こんだけいっぱいあるとね。いや、こんなプロ仕様のってなかなか普通の人では使いこなせなさそうですよね。でも実際やられてたんですもんね、彫刻をね。なんで使い方とかはきっと分かるとは思うんですけど、どうしましょうね。ご自身は石膏とかちょっと同じ美術でも違うものであったら、でもなんかお仲間にいそうですけど、いないのかな。そうですね、彫刻の道に行かれた方とか。確かに、あ、だから必要な人に、託せばいいんだってことで、メルカリですね。出ました。やっぱ何でも解決してくれるメルカリ。すぐメルカリ。すぐメルカリで、もう何すぐメルカリ。まあ必要な人需要と供給のね、まあ、でも確かにね。一人必要な人がいればね、受け渡しすることができますからね。うんうんうん、確かに。セットで買ったら、まあ、こんだけ写真に載せてたら、何番と何番と何番だけ欲しいんですけど、いくらですか。途中からさ、売れたやつバツしてるんだよね。値引き交渉と同じようなメールやり取りするしかないですよね。っていう感じで、ちょっと全部セットだとやっぱ持て余しちゃうかもしれないんで、こうプロ仕様の人が、うん、この彫刻刀1本だけすればなくしとんだよみたいな、そうかそうか、なんか方がね、いらっしゃるかもしれないですね。コツコツ
コツコツメルカル、メルカル、コツコツメルカっていただければと思います。はい、ということでこのコーナーでは大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介しています。実はちょっと困っているものなどは新しい使い道などのご相談も受け付けていますが、解決できると約束しているわけではございません、はい、以上託されたもの、託されたけどでした。無双か試そうか。何それ。何のテンション。初代の歌われるものラジオの功績でね、はい、あの沢原さんの名曲無双化はですね、ラジオの伏せ字を隠す曲として幅広く浸透してしまっております。本当にキンキンキンの部分じゃないですか。無双化というか無双化も使ってるんですよ。だから無双化も流れちゃうのよ、そのまま流れちゃうのよ。もう口パクで歌ってんのかなっていう、そうそうそう、レベルでキンキンキンで伏せられないとき後ろも流れちゃうのよ。本当に失礼な使い方だよ。そう。なんでね、このコーナーでは一度その事実に疑問をちゃんと持って、いやちょっと待て、この名曲をなぜそんなことに、もっと他に使い方あるっしょっていうことを考え直してみようと思うの。ああ、いいです ね、うんうん、歌われるものラジオを引き継いではいるけど、これまで引き継がなくてもいいんじゃないかっていうところちゃんと疑問に持ってやってみようと思うので、これからはですね、トークの BGM としてこの無双化を使ってみようと思います。で、はい、歌詞もねすごく素敵なので、テーマをちょっと子供にさせていただきまして、うん、子供のトーク、まあ、自分の子供の頃の、そう、ね、夢の話でもいいし、もちろ ん、あとは、まあ、子供とのエピソードとかでもいいので、とにかくチルドレンをテーマにしたチルドレン、チルドレン、お話を、まあ、テレビサイズぐらい1分半で、1分半でやってみよう。しっくりくるんじゃないかと思って、はあはあ、子供の頃のね、うん、わーって、うん、養成所1年生みたいな、そう、確かにテーマでやってるけど、1分で、そういう俺がなんか急に試されてるかなって、ね、怖い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 、昨日1分でフリートークみたいなやつ、そう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 、あったんですか、実際そういう、あの、養成所、ありがちですよね、そうなんですか、自己 PR みたいなやつ、あ、そうかそうか、うん、その所属オーディションみたいなの前に自己 PR をじゃあ1分間でみたいなのは結構ありますよね、うん、あるある、厳しい、何話したかは一切覚えてないですけど。じゃあ今からくじで誰がやるか決めるよ。はい、じゃあゾールさんに引いてもらおう。一人だけですか、二人ぐらいやろうか。あっと、なるほど。いや、で、一人じゃ分かんないじゃん、しっくりくるか。嘘でしょ。怖いな、だいたい分かりそうだけどな。4つあるぞ。まず、1個、まず1個引いて、はい、誰がやるか来ましたね、さあ、オープン、オープン、ペロンペロン、あ、ギブさん。ギブさん、逆になんて入れたの。そう、真面目だからだよ。みんなにくつらもさしちゃいけないなと思って一応入れた。なるほど。でもなんか自分で作家として書いて、自分で投げて、自分で打つ。すごいや、今日一人でベースボールですよ。すごいや、一人上手。ベースボール。わかった。じゃあ1分半で子供のテーマでお話するね。いいですね。はい、行きましょう。させていただきます。じゃあ参ります。はい、私娘がいるんですけれども、はい、今5歳になっておりまして、うん、最近彼女のマイブームとしては、ぬいぐるみに名前をつけること、うん、というのを今彼女がハマっていて、で最近手に入れたお気に入りのぬいぐるみは手のひらサイズの可愛いピンクのウサギ、これが今一番大好き、寝る時とかお出かけする時も連れて歩いてるウサギなんですけど、この子にね、さくらちゃんっていう名前をつけました。だから今まではそういうなんかあの名前をつけるっていう概念はなくて、そういう時うさぎちゃんって呼んでたんだけど、さくらちゃんって名前をつけてすごく可愛がってるんです、うん、そうで、次に、お友達からもらった、あれはユニコーンのキラキラステッチがいっぱいついたキーホルダーをもらって、うん、それも痛く気に入っていて、ユニコーンにも名前をつけました、うん、お名前はキララちゃん、うん、キララちゃん、うん、輝きからね取ったんだと思うんですけども、で、キッザニアにね遊びに行ったこともあるんですが、キッザニアね自分で貯めた喫茶でねお買い物ができるの、そこで、買ったもので、彼女は、ちっちゃいあのゾウさんの消しゴムを買ったのね、うん、自分で稼いだお金で、でこのゾウさんの消しゴムにもお名前をつけました、うん、ネズミね、ゾウさんに、ゾウなのにネズミ、そう、彼
女はね、大体色で名前つけちゃうの。なるほどね。はい、おしまーす。グレーだから。どうや、この話の BGM にぴったりやないか、どうや。どうやどうでした。ちょっと直接聞いて聞かないですけど、今聞いてないのがあったのかな。どうやどうやどうや、どうですか。どの辺、1分半でしょ、うん、だからサビぐらいまではいけてるのかな、うん、いや1分半で行きましたよ、行きました、うん、オープニング分行きました、行きましたよ。いやすごくほのぼのとしたほっこりしたいい話でしたね、うん、うちも可愛いもんね、可愛いでしょ、ゾウなのにネズミってみたいな感じ、そうなの、ネズミって呼んでんの、可愛い可愛いのよ、うちの子どうなんで曲と合ってるか誰が判定するんですか、これこれは果たして待って、まだ分かんないじゃん、あと一人聞こうよ、そうですね、今の本当にそんな今のただギブさんのフリートークを1分半聞いただけだ、曲かかってないじゃん、弾いて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 、スワラさんからよかった、いや、まあ、ゲストに来ていただいたからね、やっぱりお話ししていただかないと、ないとね、うん、そう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 、ちょっと落ち着くかな、落ち着くかね、自分の曲を BGM に自分で語るっていうの、落ち着きを出して、ちょっと待って、はい、子供の、私も子供の話にしようか、はい、お願いします、じゃあ参りましょう、はい、はい、お願いします、あと、はい、じゃあ私も息子の話をしたいと思います、はい、9歳になる息子なんですが、まあ、やっぱり現代っ子なので、まあ、YouTube 好きですよね、それでやっぱりなんだろうね、その YouTube の、まあ、その YouTuber のこう人気具合とかをやっぱりこう登録者数とか再生数、動画の再生数とかでやっぱりこうなんて判断しちゃうっていうか、あ、すごいこの人人気なんだとか、なので私に対しても私のYouTube チャンネルの人数が少ないといつもお叱りを受けますTwitter のフォロワー数も少ないなみたいな感じでなんですよ、それで、まあ、YouTube ももっとおかんこういう風にしたらもっとはい、登録者増えるんじゃないかとか、モーニングルーティンをやってみればどうかとかいろんなことをね言ってくるんですよ、はい、それで、だからそんなにおかんに人気出てほしいのってこの間言ったら、いやでもやっぱ絵はなんかバラエティとか出て、もし出て多分彼の中ではさんま御殿とかをイメージしてるんですよ、ね、なんでそういうところに出て、まあ、滑られても困るしな、滑られてもなんだいいわって言われましたすごい達観してますね、いやでもシビアですね、数字で見てくる、滑る前提でね言ってくるなっていう感じなんですけど、なのでまあ、そんな私と息子のためにもね、皆さんスワラの YouTube チャンネル登録登録お願いします、素晴らしい、素晴らしい、うまいことつなげました、すごいやっぱいやシビアですね、今時の子供たちは、ね、面白いわーじゃないの、もう見てるとこ見てるんですね、そっか、そこはシビアだな、だちょっと増えたよとか言うと、おお、よしよしみたいな、よしよしプロデューサーP なの、朝のルーティンやってこないよ急にちょっと Vlog とかやってみない旅行の様子をさ撮ろうよみたいなYouTube のプロデューサーみたいな俺映っちゃうね、家族旅行でしょそれだそうなの俺映っちゃうよって言うと、うん、じゃあいいとか、それは映りたくはないですね、それはちょっと嫌だ、自分は前にあんまり出たくないね、やっぱあくまでおかんに人気が出てほしいっていうことで、も素敵じゃないですか、うん、お母さん重いな、自分がねしっかりあって、うん、いい話だった、そうですね、いい話だった、まあじゃあいっか、うん、うん、そうですね、こういう使い方はあるけど、うん、でもどうだったんですかこれは結局いい話だったよ、曲とこのBGMとの検証はどうなんですか、色褪せない落書きだった、よかった、下ネタを消すために使う曲じゃないぞとすごくよかったということが証明されたんじゃないかと、でも初代のやっぱり力はさ、うん、本当に偉大で、これをちょっと払拭するまではいけなかったと思うから、うん、まあ今後も並行して使っていくっていうこと、並行して、必要必要とあれば使っていくっていうことで、本当にスワラさんごめんなさい、そういうことでね、まあ歌の力で皆さんを守れるの、それも私の定めです、かっこいい決めてるかっちょよい、いやさすが寛大ですね、素晴らしい、何まで守っていただいて、ということで以上、無双か試そうかでした
このタイトルが一番良くないダジャレになってエニシ歌われるものラジオ。ヤマトの民よ先ぶれじゃ。ここからは歌われるもの関連のお知らせをお届けします。まずは放送情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の白オロは東京 MX BS11 にて毎週土曜25時から、北海道テレビにて毎週月曜26時25分から、 ATX にて毎週木曜23時から放送中です。また D アニメストアにて地上波同時先行配信中です。その他各種配信サイトにて配信中ですので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。はい、続いてパッケージ情報です。歌われるもの偽りの仮面コンプリートブルーレイボックス初回限定版が好評発売中です。本編25話に加え、ノンクレジットオープニングエンディング PV、CM 集やオリジナルエピソードムービーなど大ボリュームの特典映像を再録しながらもお求めやすい価格でお届け。ジャケットイラストは天津たつきさんによる新規書き下ろしとなっております。ぜひゲットして2人の白オロをより一層楽しんでくださいね。また歌われるもの2人の白オロブルーレイボックス上巻下巻期間限定版の発売が決定しています。上巻は天津たつきさん、三住美里さんによる書き下ろしボックスのジャケットとアニメ書き下ろしデジパックの豪華仕様。本編の他に新規特典映像などを収録のほか、52ページブックレットが封入された大ボリューム、いよいよ今月12月21日に発売です。さらにさらに4月26日発売予定の下巻には、歌われるもの2人の箱頃の番外編を描いたオリジナルミニ PC ノベルゲームの特典ディスクを同梱予定。詳細はホームページをチェックしてくださいね。続いて音楽情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の箱頃のオープニングエンディング両主題歌を収録したスワラさんのニューアルバムインフィニティ希望の扉が発売となりました。歌われるものロストフラグやモノクロームメビウス時の大化の関連楽曲などが収録されたアルバムです。初回限定版は過去のシングルのカップリング曲が収録された特典ディスク付きになっております。ぜひ手に入れてください。はい、続いてゲーム情報です。歌われるものシリーズのゲーム最新作モノクロームメビウス時の大化は現在好評発売中です。 PS5、PS4、Steam 版で遊ぶことができます。オシトル、シューニャ、三日月、宗近たちの冒険が描かれている本作は、歌われるものシリーズをプレイされた方はもちろん、まだ触れたことのない方でも十分にお楽しみいただけます。そしてスマホアプリ歌われるものロストフラグの情報です。現在メインストーリー第8章後半が配信中です。同時に紅白展覧試合も開催されております。いつもより多くの経験値を獲得できますよ。さらに花札ストーリーも追加されております。ガチャにはサナチタ、表情立花、 CV 桑原優希さんが登場中です。12月もロスフラをお楽しみくださいね。そして歌われるものスピンオフ作品である義賊探偵ノスリが PS4 スイッチのダウンロード専用ソフトとして12月22日発売です。公式サイトでいろいろ情報が公開されております。ノスリやハクたちと一緒に帝都で巻き起こる事件を解き明かしましょう。発売をお楽しみに。そしてそしてイベント情報です。なんとこのエニシ歌われるものラジオの公開録音の開催が決定いたしました。12月11日日曜日、上条ホールにて昼夜2回公演です。お昼は種田梨沙さん、夜は柚木涼香さんをゲストにお迎えしてお送りします。この公開録音をもちましてラジオは最終回となります。あさって開催なんですけれども、まだお席が若干あるようですので、スケジュール空いてるよとか急に暇になっちゃったという方はぜひ遊びに来てくださいね。はい、お願いします。最後は配信番組情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の箱ろは12月24日に第27話と最終話の第28話を2話連続で放送いたします。こちらをキャストと一緒にご覧いただく同時視聴会の配信が決定しています。ぜひ歌われる者たちの行く末を見守るべく予定を空けておいていただけると幸いです。以上、ヤマトの民よ先ぶれじゃでした。お送りしてまいりましたエニシ歌われる者ラジオもそろそろエンディングの時間となってしまいました。
番組では皆さんからのメールを募集しています。託されたものへは大切な人から譲り受けたあなたの宝物を。メールが減っておりますので、ぜひ購録に向けてどしどしお願いいたします。そして託されたけどへは大切な人から譲り受けたけどちょっぴり持て余しているものをお願いします。要は本物の天使アンジュじゃへは購録の場で私が挑戦する試練募集します。ぜひ私が早急でしたっけ、何でしたっけ、早急の王女まで上り詰められそうなお題をお願いします、うん、はい、そして温泉プレミアム会員だけが聞けるおまけコーナーではいつも本当に頑張っている私をおもてなしする案を募集中です。その他アニメの感想や私たちやゲストに聞いてみたいこと、普通のお便りもお待ちしております。すべてのメールの宛先は歌われアットマーク温泉 .ag です。ホームページのメールフォームからも送れます。たくさんのメールお待ちしております。はい、ということでお送りしてまいりました第13回、今回は諏訪田さんと一緒にお送りしました。諏訪田さん、今日はいかがでしたでしょうか。はい、もう2回目のね登場ということで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。もう前回ね出演させていただいて自分でも聞いたんですけど、はい、私ギグさんとすごく喋り声が似てるなと思ってあらあら、今日もなんかこうギグさんね向かいで座ってらっしゃって、うんうんうん、なんか、はい、似てるなって今日も思いながら、おもう本当プロのね方に何をすごくじゃあもうフミリル おこがましいんですけど、フミリルのクローン体ということになります。フミリルの入れもしかして聞かせてもらえよ。ちょっと練習したら目つぶっといてどっちがやってるか当てて絶対あれなんかこのパターン嫌なんだよな、間違うから、ま、えじゃあいいですか、うん、A のフミリル の A のフミリルからいきましょう。くーちゃん、じゃあ B のフミリルいきますよ。くーちゃんA かな 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 A かな、フロンタイです。イメレンかー、俺がイレブンナインやったんや。フロンタイどこいやいやクローンさんかと私がはイレブンナインだったないやでもなんかすごい精度を上げたらめっちゃ似る気がしますそうだよね、さすがにねもちろん役のねあるとかはねいやいやちょっと違いますけど、なんか普段のちょっとしたなんかツッコミとかがそうなんとかやろうみたいな、なんかねおかしいとこで結構喋ってる感じする。そうそうそう、なるほど。だ自分でもね間違えたし前回の、でなんかねネット見てたらね間違ってる人そうなんです、私の発言を諏訪田さんだと思ってる人がいるっていたんですよ。だから あ本当と思って嬉しい嬉しい逆に逆にギブさんも諏訪田さんの曲を歌ったら似るっていうことですか。可能性あるよねこれ。そうだよね、いいでしょ。そうだよね、だってセリフでね、やってちょっと私だって子供の頃の夢を夏代落書きで見たいんだよぜひぜひ、じゃあ諏訪田のクローンを私がちょっとダウンしたりしちゃったら、そうか、歌っていただこっちでぶつかるんだ。いやなんかさ、女子がいっぱいの声優ラジオって声がぶつかったりしちゃうじゃん、はい、で誰が喋ってるか分からなくなり、はいはいはい、なるでしょ。で私はその時作家だとしたらまず名乗れって教えてんだけど、そうそうそう、一人称をもう自分の名前にして言わないと分かんないからまず名乗れって教えてんだけど、自分が被ることあんまりないの、女性声優と地声で喋ってる時に。歌手と被るんだね私歌手だった、歌手と被るんだね。まんざらでもない感じが腹立ってくる。いいな、いいな。あ、確かにね。はい。羨ましいな。クラブチッター来てね。あれ？あれ？フロンタイ？出るつもりだぞこれ。フロンタイ来たね。まさか。アルバムもよろしくって言ってください。アルバムよろしく。まさかいっぱい撮ってね。そうだったんだ。なるほど。もしかしたらどれか一曲歌ってる？まさか。インフィニティの中で一曲。いや恐ろしいことになりそうですけれどもはい、いやでも本当にありがとうございました大丈夫ですかね、言い残したことはないですか。はい、ありません、ありがとうございましたはい、ありがとうございますでは次回の配信は来週12月16日です。12月11日の公開録音での種田梨沙さんをゲストにお迎えする回を配信いたします。まだ登録用のメール間に合うのでよろしくお願いします。ゆずきりょうかさん、種田梨沙さんへの熱いメールをお願いいたします。熱い、うん、はいはい、ということで、今回のエニシ歌われるものラジオはここまで。お相手はおしとる白役の田根健太郎と、アンジュ役の赤崎千夏と、諏訪田と、アルバム買ったよねギビルコでしたここキャラが違う、キャラ何かの、買ったよね、いいじゃん、買ったよね
からね。じゃあここであったのも何かの縁じゃ。皆のもの息災でこの番組は歌われるもの2人の白おろ制作委員会の提供でお送りしました。